斎藤五百氏は、日本の映画美術の美術デザイナー、背景画家、出版における、差し絵画家である。日本映画の黎明期に、吉沢商店、日活向島撮影所、国際活営地のはず撮影所で、クレジットされることもなくセットの背景を描いた人物であり、後に、少年クラブの表紙画で人気を博した、岡田三郎助門家。 1881年12月21日、千葉県長良郡一宮本郷村に、旧一宮藩画郎堀内家の三男、敏老の第七子として生まれる。後、父の敏老が、旧山と原元藩画郎斉藤家の養子となったため、斉藤生となる。一宮神城高等小学校、私立経過中学校を卒業。白馬館洋画研究所で洋画を学ぶ。 1904年東京美術学校西洋合戦科に入学、岡田三郎介に指示した。父に型になることを反対されたため感動同然となり、修学世界、ハガキ文学などの差し絵の仕事をするようになる。1908年東京美術学校を卒業、同年結婚。1908年、東京、京橋区に本社を持つ吉沢商店が、 東京府江原郡目黒村大技、下目黒の工人坂に日本初の撮影所を開設。これに入社し、セットの総外やロケーション撮影が行わなかった場合の大体の海岸の風景等、背景画を描いた。1909年、同撮影所に公安部が設置され、同部長に小説家の佐藤光六が就任する。1912年10月1日、同社が 他の三社と合併して、日活を設立後も、同撮影所で背景を描いた。1913年10月、日活が向島撮影所を開設、目黒の撮影所は閉鎖され、公安部の大口正、松本清、義手の千葉吉蔵らと共に、同撮影所に移動した。当時は、監督や、 撮影日誌すらクレジットされないのが通常で、斉藤がいずれの作品の美術を担当したかは、定かではない。1914年11月、大日本郵便会講談社が、少年クラブを、創刊、創刊号からの表紙絵を描く。同誌に掲載された小説の差し絵としては、大倉灯籠の、暁の歌、佐藤光六の、ああ玉杯に花を受けて、 山的一郎の錦の旗風等が知られる。1921年には国際活営のはず撮影所で美術デザイナーとなり、小島古州の新パギ曲、古藩の家を吉沢商店以来の同僚である、松本清が脚色、畑中昭派が監督した缶椿に参加、舞台衣装としてクレジットされた。その後も吉沢商店以来の縁である佐藤孝六、 あるいはおさらぎ二郎らの小説に差し絵を描いた。1941年、第1回、野正氏し絵奨励賞を受賞した。1966年11月6日、脳出血のため、東京都中野区の自宅で死去した。満八十四歳没。吉沢商店、日活向島撮影所在籍時の作品名は、不詳である。国立国会図書館蔵書。 ありがとうございます。